尾崎天風尾崎天風12月25日から1960年3月24日は、日本のジャーナリスト、実業家、政治家、衆議院議員、署名、百票。佐賀県富士津郡、古江村で、尾崎重吉の三男として生まれる。1898年頃、父の移住先北海道所郡所村に来住。すぐに働き始め、農業、出前持ち。 馬ぞりの漁舎、曝露などを経て、料理や経営を行う。1916年頃、釧路新聞通信書記者となる。北見実業新聞記者を経て、1920年、札幌に出て休館中の北海道法を継承し、北海道新聞に解題して、経営を行う。同年4月、裁判所の許可を得て、天風と改名した。その後、 ところぐんケト村の高遊林伐採事件で検挙されて、北海道新聞が休刊となり、釈放補助を教して、雑誌、建設の日本社長となった。1922年頃、大木延吉鉄道大臣邸で、施設秘書のような役割をしていた時に、長井金次郎唐太町長官と名刺交換を行い、そのつてを頼って、名古屋の豪商とフトに渡り、 山林の年季特売の許可を得ることに成功し、カラフト林業を設立するなど財を築いた。1932年2月の第18回衆議院議員総選挙において、北海道第5区から立憲政友会所属で出馬して当選。第19回総選挙でも当選して、衆議院議員を通算2期務めた。この間、有毛線促成規制会長を務めた。 1937年4月の第20回総選挙では、時点で落選。その後、東京で陳情の窓口として活動。第21回総選挙で非推薦候補者として出馬し、前線したが時点で落選となった。ありがとうございます。